ございます。今日はね、風もすごく朝弱くて、波もね胸ぐらいあるというんでね、マダの方に向かっていきたいと思います。今日はねちょっとコーチングも入ってて、まあ何回も一緒にやってる人で一緒に海入って教えたりするんで、まあそれもちょっと様子と取りながら、まあ自分の作業もね取っていこうと思います。そうですね、あったかいですね今日も。昨日は楽しかったですか？あ、昨日は楽しかったですね。みんなで久々さ嵐ともね YouTube コラボできて、まあ初めてだったんでね、コラボしたのは、まあ、普通に会ってますけどね。まあまあ良かったんじゃないですか。楽しかったですね。まあまた千葉来たらやりたいですね、みんなで。サーフィン、まあそんな感じで今日もやっていこうと思います。いや、いいっすね今日は。久々に風もなくて、形も良くて、そしてサイズもそこそこある。そして人も少ない。人も少ないですね。これから増えてきそうですけど、いや今日はすごくいいんじゃないですか。気持ちいいですね。風が多分昼朝にぐらいで吹いてくる予報なんで、まあそれまでね、その前に楽しめればいい。右のレギュラーすごいです。地形もはそんな変わんないか。でもちょっと良くなったかもしれないですね。今日がいいかもしれないかもしれないですけど、まあ、すげえいい波だな。あれ、まあいいっすね、風がないのがいい。これ多分風吹いてたらあんま良くなさそうです。なんで、まあ、やりたいと思います。今日は ETS のライブ乗ります。これはね、少しやっぱ、すごい調子いいんでね。特にちょっとサイズが、ETS なんだけど、サイズがあって、面が広い波なんで、今日とかすごいんじゃないですかね。動き。サイズとかは？サイズは、サイズ7ハーフの18と4分の1、2と16分の3で 23.6 リッターかな。ちょっと大きい、今若干だけど、いつも、まあ、これ使ってやると思います。
様です。楽しかったですね。いい波でした。普通にただね、なんか思ってるよりもセット間隔が長くて、来ない時が10分ぐらい続いて1、2本セット来てっていう、ちっちゃいのはあんま割れなかったんでね、まあ、そこは緩かったですけど、まあね、来れば形良くて、ちょっととろかったかな。でもまあでも風もねなくてね、すごい気持ちよかったんで、水も綺麗だし、水がやっぱちょっと冷たかったですけどね、また冷えたかな。まあでも外があったかいから大丈夫ですけどね。まあ今日はだからこんな感じでゆるく楽しめました。コーチングの方もね一緒に入っていろいろアドバイスしたりして、いい感じに結構受けてくれてる人なんでね、上手くなってきたかなと思います。まあ台風がね来てるんで、そのうねりが届くか届かないかわかんないですけど、これも台風なのかな、セット角が長いから。そんなことないかな。だからまあ来てくれたらね、閉鎖とか内房の方もいいかなと思うんで、まあこっちもねサイズがクローズしなかったらできそうなんで、まあ今週はね風と波の様子見ながらゆっくり練習していきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。